はい、皆さんどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケイのダイボケですというわけでね、早速今回ドライガースラッシュ開けていきましょう。まあね、やっとコロコロから届きましたよ。まあね、今回もね、おちびちゃんというね、ゲストをお呼びしながら一緒にね、開封していきたいと思います。おちび、見て、ほら、おちび、はいはい、出ました。はいはい、違う、どこ見てんの、おちび、おちび、ここ、おちび、ここ、おちび、おちび、ここ、こっち。お、見た見た見た、これ、どう思う、ほら、はい、匂い噛んで、はい、顔だけが画面外に行きました。お、戻ってきた、見て、そう、俺の手じゃない、俺の手じゃない、寝転がれ寝転がれ、画面がすごいことになってるから、お前のゴミを隠してるんだから。ほら、ここにガンプラ映っちゃってるから、ガンプラ。あい、しょった。はい。じゃあ、早速ね。このシール、あれですね。光沢がついていて、なんだっけ。なんだろうな。ベイブレードバーのクリアドライガーのシールと似たような感じですね。紙風の感じ。結構、傷つきやすいシールになってると思います。はい、まあつける方はね、まあ観賞用にしていくのもありなんですけれども、ドライガーの場合は結構ね、削れにくいので、まあ安心して使えるんじゃないかなと思います。ただチップのね、このシールのところは結構励ますんで。はい、皆さんね、それではシール貼り終わりましたんで、早速回していきたいと思います。いきます。まあちょっとね、透明のカメラなんでね、ちょっと皆様にかっこよさが伝わるかわからないんですが、とりあえず回していきましょう。それとわけ、うわぎゃー、うわー、すいませんね、私こういうキャラクターなんで、はい、いやー、たまに発狂、たまに下ネタ、そして素になるというね。うん、いや、すげえかっけえんだけど、これ動画で伝わるかな、やばいね。まあちょっと普通のドライガーと比較してみましょう。まあとりあえずね、ブラックなのかダークなのか分かんないけど、とりあえず、まあ、ダークはこんな感じ。じゃあ、通常のドライガー行ってみましょう。まあ、ちょっとね、グラビティ、赤いんだけど、ね、うん。黒に、ダークについてた方が星1個しかなくて、こっちはもともと4つあるっていうね、クッソレアな、こっちの方がクソレアっていうね、ディスクだけは。では、ちょっと回してみましょうか。いきます。3、2、ワン、ゴーシュ。もう全然違うね。こっちは白いんだけど、もうさっきと全然もう光沢感が違うね。じゃあ、そしてクリアドライガーでいいのかな、透明でいいのかな。まあちょっとこいつ暴れちゃうから、ちょっと軸先変えるか。いやー、まあいいや、弱めで打てばまあ安定するでしょう、多分。おっ、うーん、弱めに打っても暴れる。こいつもなかなかかっこいいんだよね。シールが、ダークと同じように光沢なので、なかなかかっこいいんですよ。伝わんねえ、暴れすぎ。はい、ということで、じゃあ、とりあえずね、じゃあ、戦わせましか。マシュカってなんだよ。マシュカってなんだよ。マトリオーシュカみたいな感じだけど。はい。お、来た。いや、完全にダークの方がかっこいい。ダークー